本日の福岡ソフトバンクホークス対東京ヤクルトスワローズの試合は
ZTV の協賛でございます。リベロフリップはダイナミックディスプレイを搭載しながらも手のひらに収まるコンパクトなデザインです。高画質カメラを搭載し、本体を折り曲げてスタンドなしで撮影が可能です。お財布携帯や電話録音機能など便利で安心な機能も搭載しています。また背面には約 1.43 インチの丸型サブディスプレイを搭載し、折りたたんだ状態で数値を確認したり電話に応答したりすることが可能です。 ZTV の他の新商品、リベロ 5G ポート安心ファミリースマホも充実な機能を搭載していますので、スマートフォンをお探しの方にはぜひ ZTV の新商品をご検討ください。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。それでは皆さん盛り上がっていきましょう。以上 ZTV のご紹介でした。さあ続いてはホークスビジョンをご覧ください。2006年から始まったおなじみの祭典、高野祭典、18年続いてきた。今年ついに進化、風化の新たな夏の風物詩、高祭サマーブーストを始めました。福岡の夏をブーストしようぜ。さあこの夏、高野祭典が高祭サマーブーストに進化することを記念しまして、お笑い芸人アメミヤさんによるオリジナルソング、高祭サマーブーストを始めましたを本日公開いたしました。第2戦は7月24日水曜日に明治神宮野球場でオールスターが開催されます。ファン投票は以上のペンギンドッグのコンコースのほか、総合案内所、オープンストアコート、さらにボスリードの効果や浜本スタジアム地区後に設置している投票用紙投票箱をご利用ください。それでは私が勝利に向かっているというので、ビバでは行きますよ。勝利に向かってビバ！皆さんとってもいい感じで、勝利に向かってはい、いい感じです。ありがとうございます。この後もですね、いろんなシーンでこのスローガンを使いますので、ぜひ皆さんも今覚えたポーズとともに、さらに大きなビバをよろしくお願いいたします。それではパフォーマンスチームはオープニングダンスのスタンバイをよろしくお願いいたします。勝利に向かってビバ。
ダイドフィーダー。それではホークス選手の登場です。責任者ホーキンソンです。それではよろしくお願いします。準備はよろしいでしょうか？ Ready?